それは今回使わないお便りです。 よろしくお願いします。うん すいませんこれ以上はどうにもなりませんそんなに、うん、<laughs> はいは気をつけます。 こんにちは。<laughs> これから、ええー。あ、これはい、声入ってるんですか。あ、あ、本当だ、入ってた。私のヘッドホンが入ってなかった。これから収録します、ラジオ。オーーはい、よろしくお願いします。はい。 あなたの頭に埼玉への電波飛ばしますこの番組は全世界へ発信できるインターネットラジオなのにとってもローカルな埼玉県の情報をお届けしようという番組です再開して3回目です、えー、最近めっきりちょっと寒くなりましたね私あのもう早速風邪をひきました23日寝込んでました ちょっと今日も鼻がピスピスして、さっき監督にうるさいって言われたんですが <laughs>、なるべく頑張っていこうと思います。さて、左無線第34回目のラインナップです。川口市と鳩ヶ谷市が合併します。10月11日に新川口市へ。それでは左無線。第34回目レッツチューン。 いつの間にか増えている。これコメントこれしかないのに。公式コメントが入ると、こんなんなんですね。これはバグなんですか。へえ。二倍になってる。今日は一つしかない、これ一つしかないので。 エンディングの手前までこのまま行っちゃいますはいそれでは本日のチューンです川口市と鳩ヶ谷市が合併します10月11日に新川口市へいつもひどり無線にお便りをくださるタレ旦那さんから情報をいただいているのでご紹介しますこれは9月22日にいただいたお便りです 鳩ヶ谷市との合併が確定しました。平成23年8月12日、川口市と鳩ヶ谷市の配置文豪についての総務大臣告示がありました。これにより配置文豪に係る法廷の手続きが完了し、平成23年10月11日付で合併することが確定しました。 これについては他にも情報がありそうな気がするんだが特集組まないかいとタレ旦那さんからいただいてましたありがとうございます、えー、配置文豪とはつまり合併ということですねこの合併が川口市と鳩ヶ谷市で行われますこの合併について去年の10月12日の配信の日取り無線第20回でもご紹介していました この第20回の中では反対意見をご紹介してちょっとさらっとまとめていましたね申し訳ないんですがその後あまり掘り下げませんでしたその合併の時があと数日と迫っているわけなんですで、えー、インターネット上でですが市民や近隣住民の方の反応をちょっと私調べてみましたがやはり知らない方はかなりの数いるようですね合併に関する協議については川口市 鳩ヶ谷市合併協議会というサイトで議事録が見られますのでご確認ください合併に関して市会議員さんの間でも意見が分かれたりちょっとしたゴタゴタがあったようですねそして今回は反対意見を述べている団体さんも探してみました川口市への吸収合併に反対する鳩ヶ谷市民の会という団体が反対意見を web 上に上げていました まず問題視されているのは合併は市民生活にとって重要なものであるにもかかわらず住民投票を行わないまま合併が強行されるという点なんですね市民からの住民投票を求める署名を提出したにもかかわらず市長と議員のみで合併に関する協議を進めていたということなんですこの鳩ヶ谷市民の会のホームページでは他にもある問題点を掲載してくださっています ご確認ください市民生活に直結する問題としてほとんどの鳩ヶ谷市の現行制度が川口市の制度へと移行されるようなんですね。とすると川口市の制度はちょっと高いんですよ。で現,現鳩ヶ谷市民の金額的な負担が増えるということが挙げられます。 鳩ヶ谷市の合併を最近知ったという市民の方は急に保険料の引き上げや市の施設利用料が発生したりとか混乱してしまいそうですねこれからどうなるのか不安を抱えているかもしれませんでも先に紹介したように合併に関して法廷上の手続きが完了してしまっているため合併を撤回するのは難しいようなんですねでも反対意見を述べていくことは大事ですそして、 当たり前なんですが、鳩ヶ谷市役所は鳩ヶ谷市役所は閉庁します。10月7日金曜日には閉庁式が予定されているそうです。市役所がなくなるということは、これからどこで市のサービスを受ければいいのかという問題になってきますよね。でも今までの鳩ヶ谷市役所がえ鳩ヶ谷庁舎鳩ヶ谷庁舎となり そここに司書が置かれるとということなんですねそして市側は当面,のえ当面の間は司書が市役所の総合的なな窓口を担ううと回答しているようなんで,すけどでもお役所がよく使うこの当面の間というのがどのくらいの期間かはちょっと分かりません。こういうことも含めてこんなはずじゃなかったのにとならないようにこれからどうなっていくのかきちんと確認していかなければならないですね。 大丈夫ですか。<laughs> うん、あ、鼻が。じゃあこれでエンディングです。 今回はこれにて終わりです今回真面目な内容になっちゃってすいません <laughs> でもこれからもボディーブローのようにちょいちょい真面目を差し挟み続けたいと思いますよろしくお願いしますそして今回の合併に関しての情報も番組公式サイトに概要を載せますご確認ください、えー、こういった生活に関わってくる情報は特に結構長い期間監視するというか注目して見ていかなくてはいけなくて 大変だと思うんですよでも声を大にした意見はきっと無駄にはなりません私も川口市民として今までよりももっと考えていきたいと思いますこの番組はポッドキャストで配信しています番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら番組公式サイトのお便りからメールフォームで簡単に送れますのでぜひご利用くださいそれか埼玉アットマーク α-radio.com まで直接お願いします その際にはラジオネームを入れるのを忘れないでくださいね。では次のチューンでまたお会いしましょう。お相手はひどりでした。はい OK、鼻水がジュルジュルですすいません。いくらでも出てきますよ、鼻水。 はいえー、っと次は35回ですね確かにそうですねできてますはい321、はい あなたの頭に埼玉愛の電波飛ばしますなんではいあなたの頭に埼玉愛の電波飛ばしますこの番組は全世界へ発信できるインターネットラジオなのにとってもローカルな埼玉県の情報をお届けしようとしている番組です前回の真面目な感じはちょっと置いておいていつも通りな感じでいきます えー、スポーツの秋とか食欲の秋とかいろいろ言われる季節になりましたが皆様はどんな秋がお好みでしょうか私は運動が苦手なのでもっぱら食欲の秋ですあと季節問わずにポテトチップは美味しいですよね昨日は我慢できずに夜中にバリバリ食べてました秋なんで日取、えー、り無線第35回目のラインナップです馬と共にこゆる秋キラリ川口グルメ大会土日はサイエンスに過ごす 川口市立科学科へ GO! それではひどり無線第35回目レッツチューン <Okay. S 1> <laughs> リバーブかかったままですよ。 今回は二つあるので切っていいですか。はい。はい、それでは今回のファーストチューンです。馬と共に小ゆる秋きらり川口グルメ大会。今年も川口グルメ大会が開催されます。開催日時は平成二十三年十月三十日日曜日。 午前10時から午後5時までです場所は JR 西川口駅東口と西口です両方で行われますただ東口と西口では開催内容が違いますご注意ください東口では世界のグルメ中国韓国メキシコインドロシアなど世界のグルメが楽しめるそうですその他アトラクションなどイベントも開催されるみたいですよ 西口は川口 B 級グルメ大会です150円か250円で各 B 級グルメが販売されますこのうち50円は、えー、募金されるようですね食べて美味しかったグルメに投票あなたの投票で川口 B 級グルメ王が決まりますだそうですこちらの情報はいつもお便りをくださるタレダナさんからのタレコミをいただいてましたいつもありがとうございます去年ですね 世界,世界のグルメと B 級グルメ大会に私行ってきたんですがどちらもとっても盛況でした特に西口で開催していた B 級グルメ大会は大盛況でイベントのステージには人だかりがすごいし B 級グルメのお店だけじゃない食べ物屋さんにもすっごいたくさん人が並んでいてどれを食べようかあの目,む目移りばかりしてしまって仕方なかったですね <laughs> 今回、えー、今年出店予定の B 級グルメのお店は14店あるそうです 去年と同じメニューもあれば違うメニューもありでとても楽しみですねもちろん東口の世界のグルメも楽しいです道を歩くだけでいろんな国の料理が楽しめるってすごく面白いですよその中でも人気の高い料理はかなり早い段階で売り切れてしまったりしていました美味しそうだなってちょっと迷うならすぐに買って食べてしまうのがおすすめです今年もきっと食べまくりの一日になることは間違いなしですね ます。やそしてセカンドチューン土日はサイエンスに過ごす川口市立科学館へゴー川口市立科学館のイベントに関してお便りをいただきました今回2通ともタレ旦那さんからのお便りですありがとうございます いいろろやってるひとりさん行ったことあるというメッセージと一緒に科学館のイベントをお知らせくださいました今回は科学館のサイエンス的な特別展やイベントなどをご紹介しますたくさんあるので簡単な概要のみお知らせしますまず一つ10月23日まででで特別展、双眼実体顕微鏡で覗く世界を開催中です入場料は大人200円小中学生100円です そして二つ目10月中の日曜日にサイエンスショーを開催中だそうです23日のみ祝日に開催ですお気をつけくださいこれは身の回りにある現象を科学的な原理を交えながら考える実験ショーだそうですこういうショーを見ると自分の周りには科学があふれているんだなって実感しますねそして三つ目10月中の土曜日にはワクワクワーク という科学ものづくり教室を開催中だそうです身の回りにある素材を利用するそうなので家に帰っても楽しく復習できそうですねその他鉄道模型の運行や展示室の実験装置を使った実験章もあるそうですただ有料の教室もありますまた開催時間などの詳しい情報は川口市立科学館のホームページでご確認くださいタレ旦那さんから 人さん行ったことあるとメッセージいただいてるんですが私はまだ実はプラネタリウムしか行ったことないんですああの川口私立科学館にはプラネタリウムもあるんですよあの私こういう周りにいるお子さんたちを差し置いて実験を自分が一番楽しんでしまうという大人げない大人なのでちょっと恥ずかしくてなかなか行けないんですね今度一緒に大人げなく楽しんでくれそうな人を誘ってみようかなとか思ってますちなみに 私おすすめのプラネタリウムは大人400円中学生以下は200円とお安くなってますはい、同じ秒数だ。 今回は2つの情報をお伝えしました番組公式サイトに概要を載せますのでご確認くださいそういえば行楽の秋とも言うからか秋はイベントが多いらしいですね向ど左無線再開してから、えー、川口市の情報がちょっと多めですけど 埼玉県内他の情報もももちろん私見てますもうちょっと私自身がシステマティックに物事を進められるようになったらいろんなとこのイベントをちゃんと特集したいですねさてこの番組はポッドキャストで配信しています番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら番組公式サイトのお便りからメールフォームで簡単に送れますのでぜひご利用くださいそれか埼玉アットマークアルファ ままで直接お願いしますその際にはラジオネームを入れるのを忘れないでくださいでは次のチューンでまたお会いしましょうお相手はひどりでしたびっくりした。 あーありがとうございました。鼻水じゅるじゅるですいませんでした。多分次回は来週中に撮ります。またご縁がありましたらよろしくお願いします。その時には風もいくらか良くなっているでしょう、きっと。 では監督ありがとうございました。